声なき声を紡ぐ。福島みずほスピーチナンバー2、政治は希望です。2023年11月26日、熊本市、下通り、ハブアット前、社民党街頭演説会にて。皆さん、私たち主権者が、あなたが私が一票投じたり、おかしいよね、と発して変えようとすることで、政治は必ず変わります。一緒に変えていきましょう。どうかこの熊本から元気に政治を変える。橋村里香さん、我らが里香さんです。涙のわかる女性です。痛みのわかる女性です。真面目で頑張る女性です。どうか皆さん、日の国の女、橋村里香さんをどうか押し上げていきましょう。この熊本から政治を変えたい、そう思っています。どうか皆さん、政治は希望です。政治を変えていきましょう。どうかよろしくお願いします。この熊本から政治を変えたい。政治は希望です。政治を変えていきましょう。